hôm nay là ngày 19 tháng 6 thứ 今日も、あ、昨日はちょっとサボっちゃったけど、またノートに書いたやつを読んでいこう。バインダーチョントン。これ料理の名前なんだけど、バインダーっていう麺のね、焼きそばというか、あの汁なし麺の、これ麺といってもバインって言ってるように小麦の麺なのね、お米じゃなくて、ちょっとこう平たい、あのきしめんのような感じかな、食感は。で、チョン、チョンっていう、チョ、チョン、この体勢上、これ混ぜるっていうね、意味らしいんだけど。で、トン、エビね、バインダーチョン、トン、バインダーチョン、トン、エビ入りの混ぜ麺っていう感じかな。美味しかった。で、ディーカンタンパオ。ちょっと語気を強く言ったから。ディーカンタンパオ。これ何かっていうと、バイク道路横断中にね、一方の方だけ見てて、まあ、中央分離帯がある道路でね、車来ないな、バイク来ないな、で見てたら逆方向から逆走してきたバイクにぶつけられて足踏まれちゃってね、あのバイクのタイヤで、まあ、あのスピードはそんなに出てなかったろうからちょっと痛えと思ったけどね、怪我はなかったんだけど、その時にまあ思わず日本語でね、あの気をつけろお前って言ったんだけど、相手もねちょっと申し訳なさそうにキョトンとしていたけど、まあその場離れたんだけど、やっぱこういう時にね、なんて言うんだろうと、気をつけろよって言うぐらいのね、まあそれ怪我しちゃったら気をつけろよどころじゃ済まないんだけど、一言ね相手に注意を与える言葉なんだろうってちょっと教えてもらったのがこれね、ディカンタンバオ、気をつける、カンタン、気をつけて慎重に、でバオっていうのは入るっていうんじゃなくて、語気を表すね、ちょっと強めの、相手に注意を促す語気助詞っていうのかな、そういう使い方みたいな、気をつけて行けよ、走れよっていうような直訳すると、そういうことなんだろうね。で、もう一つね、リードに気をついて、リードに気をついて、発音怪しいな。これね、ちゃんと歩けよっていうような意味らしいんだよね。直訳するとね、ディは行くでしょって、ドゥンは立つ、だから、なんだろうな、気をついてっていうのは、気をってどういうのかちょっと喋ってないんだけど、立つ、歩くをしっかりしろよ、まあ日本語でこう訳するとボケッと歩き突っ立ってんじゃないよっていうね、そういうことなんだろうね。まああんまりね、いい、あの綺麗な言い回しはなさそうだから使わないことにもしたことないんだけど、で今日発音ちょっと見てもらったね、こう後半のありますかっていう、ね、疑問で使うときの後半、これこうは無気音なんだよね、これちょっと勘違いしたね、もうかーって言ってたけど、後半、無気音、ね、はー、まあ難しい、これ息を出すね、 KH ハ、あとは KH フーズでハほかその他ハ、あるいはちょっと KH とは違うけど、ファッ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 
これもよく使うよね、会話とかとすると使う感じだよね。で、あとこれは今日掃除のおばさんにね聞いた。で、ちょっとねベトナム語で、ベトナム語オンリーだから日本語ももちろんないし英語も話されたけど、ちょっと少しね、いつもしんちゃんを見てといて挨拶して、だいたいいつも本来のんのんこわのんこわとかそんな話だよ。ほんまいまなんかちょっと涼しいね、ままほんまいまとか。でもちょっとアレンジしてね、とわんちょくのん先週は暑かった。だけど今週は、うん。今週とわんないま。ほんとわんちょくのん。うん。とわんないま。ま確かに。ちょっと涼しい。ちょっとなんだけどな。いや、そんな会話をしてる中で今日はちょっとね踏み込んだというかステップアップした会話、その中でトイライチョン、なんもない、ハイバイナムチョトイライチョン、ハイバイナムチョ。来、これはね、ごいでもいいんだよ。ごい、おっちょんもい、ごい、ごい、もしくは、来っていうのは取る、もらう。だから、掃除のおばさんからすると、ちょん、旦那さんをもらったのは、はい、ばい、なんちょく、27年前ですっていう。まあ、これ、あなたは結婚してますかとかね、子供いますかとか、そういう話を聞かれたところから、いや、私はどうですよって中で、こういうふうにね、会話、来って使うんだ、どこで聞いたことあるなと思ったんだけど、うん、そんな感じで、そうそう、トマトさんというね、この非常にめちゃくちゃベトナム語の発音に関して詳しい解説をしてくれてるサイトというか、ちょっと待ってね、トマトのベトナム語発音、ベトナム語発音大全って、これをね、前からまあ知ってたんだけど真剣に昨日から読み始めたんだよね。でテキストも買って、ノートで優勝版なんだけど買ってね、すごいまあやっぱ良さそうだったんで、うん、まだ全部読んでない。これ全部すぐ読み終わっちゃったらね、3980円したから内容が薄いじゃんってことになっちゃうけど、まだ読み終わってないんだけどね、丁寧に読んでる。一個やっぱいいね。例えばどこ行っちゃったかな、ちょっと今このスマホ覚えちゃったじゃん。まあ母音のね発音の仕方もすごい丁寧にやってて、まあ知ってるっちゃ知ってるけど、改めてね、ああこういう風にやればいいか、具体的に舌の位置、口の中で舌をどこにやって口をどう開くかって、もうフィジカルにねどういう風に音を作るかっていうのを解説してあるから、でどういう感じの音を出すかっていう形とその出し方、音の出し方っていうのを日本語でがっちり解説してあるから分かりやすい。でもまあそれはね、本当に合ってるかどうかっていうのは最終的にはベトナム人に確認してもらわなきゃいけない。まあ今日ね、それを試して確認してもらって、ちょっと直してもらったりしながらも、でも自分で練習できるからね、これはいいと思った。でその中でね、そういう母音子音のね、こういう解説がある中で、おお、これだと思ったのが、
かっていうのね。NG のね、マツシーンの発音の仕方で、この解説、ONG、O 山冠 NG で UNG の発音は、鼻濁音のがを出しながら口を閉じて頬を膨らませて発音するということを覚えておきましょう。だから、ハン、クン、ロン、チュン、モン、モン。これね、どうもその、例えば暑いって掃除のおばさんとも、よく出てくる定番会話、ノン、ノンって、僕はこう、ノンとかって人に言うと、いや、ノン、口を見てって感じで、ノン。これはね、掃除のおばさんに限らず、会社のね、ここに教えてもらってる、ベタも教えてもらってる時の発音でも、ノン、ノン、ホン。とかそう NG 系のね音で、で東京でいて教えてもらった時も、うん、この口だっつってね、ノンノンっていうね、すごいそれが特徴的でね、忘れられない。それだけはね、あ、膨らませるんだっていうのを印象に残っちゃう。こうやって理論的に説明したら、口がこう、ここにも書いてある、ね、同時に2つの音を作るので同時発音括弧二重聴音と呼ばれている。口を閉じることによって口内に空気がたまるので結果として頬が膨らみますって。うん、まあ一発読んでもなるほどってすぐに理解できるかどうかは別として、とにかく、あ、理由があって膨らむんだ、みんな膨らませてるんじゃなくてそうなっちゃってるのよ、自然とね、わざと膨らませて見せてるんじゃなくてそうなっちゃってる。そうなんないとその正しい音ができてないっていうかね。うん、すごいね、面白い。これ分かるともう、ね、次回から、あ、これって感じだね、これは膨らませるやつだとか、これは膨らませなくていいやつだみたいな感じで、ちょっとね、頭の意識に置いておくことで定着しやすいかなと思って、これはおすすめだね。やっぱトマトのベトナムの発音大事な、まあ発音が本当におろそかだったら何やってもダメだよって言っても、まあ、僕も分かってるんだけど、この方はもうね、それもうご自身もペラペラでね、やってる上で言ってるから、人様に向けてこう言うのはいいんだろうけど、僕はまあね、そうは思っていても人様に言えるような全然実力はないから、頭でっかちで言ってもしょうがない。だからこういうのに沿って練習 していくしかないんだけど、うん、でもなるほどと思ったなところは、あ、なんかぐだぐだ喋っててこんな時間経っちゃった。おしまいです。